フロッグモアコテージは、イギリスのウィンザーにある、ホームパークの一部を占めるフロッグモアエステートにある、第2級イギリス指定建造物に指定されている、邸宅である。それは1801年に、イギリス王妃シャーロットの指示でフロッグモアハウス近くの、庭園に建てられた。それは、クラウンエステート、つまり、君主の公有地の一部である。もともとこのコテージは、ダブルガーデンコテージと呼ばれており、 シャーロット王妃の1801年の支出には、望遠によって450ポンドで建てられたと記録されている。ビクトリア女王は1875年6月28日にコテージで朝食をとった際、数えきれないほどの数の小さなカエルを発見し、非常に気持ち悪いと感じたという。1975年10月、このコテージは第2級イギリス指定建造物に登録された。 登録リストの記述には歴史に関する言及がほとんどない。19世紀初期に建てられた欄干が付きポーチを伴うセンターブレーク、3が付いた窓があり、漆喰に覆われた簡素な2階建ての家。このコテージは、シャーロット王妃と未婚の娘たちの保養施設であった。1840年代、進学者のヘンリー・ジェームズ・シニアとその家族がこのコテージに住んでいた。 1897年、ビクトリア女王の個人秘書だったアブドゥルカリムが妻や父と共にフロッグモアコテージに移り住んだ。1920年代、ロシア革命後に祖国ロシアから亡命した大公妃、クセニア・アレクサンドロブナが滞在した。21世紀初頭、コテージはウィンザーの辞書で働く労働者を収容する5つの独立したユニットに分けられた集合住宅であった。 2019年5月に息子のアーチー・マウント・バッテン・ウィンザーの誕生を控えていたサセックス公爵ヘンリーとメーガン皮夫妻のために王室助成金から240万ポンドの費用をかけて4つの寝室と子供部屋を持つ一戸建て住宅に改装されたと報告されている。国王の宮殿の一部であり指定された遺産でもあるフロックモア・コテージは居住者にかかわらず改修そのものは 予定されていた。しかし、2020年1月に公尺夫妻が王室の公務から引退して北米に移住する意向を表明した後、フロッグモア固定時ジ改装のために王室助成金から支出された費用を返済したいという希望を共有していた。9月には公尺によって全額を返済されたとされている。2020年11月には、 サセックス公爵夫妻の私物がすべてコテージから撤去され、ユージェニー王女とその夫、ジャック・ブルックス・バンクが引っ越してきたと報じられた。しかし、その翌月にこのコテージが空き家になったと報じられた。ありがとうございます。